誰も寝てはならぬは、ジャコモプッチーニ作曲の歌劇、トゥーランドットのアリア。テノールのための名アリアとして有名であり、世界的には歌い始めの歌詞から、ネッスンドルマの代で親しまれている。日本においても、ネッスンドルマを和訳した、誰も寝てはならぬが、通称となっている。このアリアは最終幕である、第3幕で、カラフによって歌われる。第2幕において、カラフは、 トゥーランドット姫への求婚者に出される三つの難題を見事に解決した。それにもかかわらず、姫はカラフとの結婚に難色を示す。そこでカラフは自分の名前を夜明けまでに当ててみせれば結婚を諦めて命を捧げようと申し出る。ただし、名前を解き明かせなかったらカラフとの結婚を姫は承諾しなければならない。そこで冷酷な姫は、 自国の国民に対し、カラフの名を解き明かすまでは、寝ることを禁ずるというお触れを出す。そして、もし誰も解き明かせなかったら、国民を皆殺しにするという。第3幕は、夜の時点から始まる。カラフは数と、宮殿から月に照らされた庭に出る。そこで、トゥーランドット姫のお触れを聞く。ここでありゃ、誰も寝てはならぬがカラフによって歌われる。 ルチアーノ・パバロッティが著名な歌い手として知られ、誰も寝てはならぬが、世界的に有名になるきっかけを作った人物でもある。イギリスのラジオ番組でパバロッティファンのディレクターが、パバロッティの歌う、誰も寝てはならぬを放送。パバロッティ、誰も寝てはならぬ単体でシングル発売し、クラシックとしては、異例のイギリスのシングルチャートのトップを数週間にわたり、記録し、 全英だけで400万枚以上、全世界1200万枚以上の驚異的セールスを記録し、これをきっかけに、三大テノール公演が実現した。サッカーワールドカップ記念のいわゆる、三大テノールコンサートにおいて歌われ、それ以降、イベントごとに、パバロッティはこの曲を歌うこととなり、2006年、トリノオリンピック開会,会式でも彼によって歌われた。 しかし、霊下になる2月の寒空での本番で完璧に歌う自信がなかったため、オーケストラの演奏を含めたすべてが1週間前に録音された演奏に合わせた口パクだったことが、このステージの指揮者でもあったレオーネ・マジエラの著書により、明らかになった。パバロッティの死後、彼に才能を見出された、イタリア人テノール、アンドレア・ボチェッリが2010年4月30日の、 上海万博開幕式においてこの曲を歌った。本来はテノールのためのアリアだが、近年はサラ・ブライトマンやアレサ・フランクリン、ホンダ・ミナコ、など女性による歌唱も多くなっている。2002年にはフレデリック・ケープが大胆なダンスアレンジを施しながら、サビにこのアリアのメロディと歌詞を組み込んだオリジナル楽曲として、ヴィンチェロを発表した。日本においては、 2007年に発売された、東器秀樹のアルバム、アウトオブボーダーにも収録され、2008年には新たに、日本語歌詞をつけて歌唱した、砂川エリカの光が発表されている。同年に、藤沢のりまさも日本語歌詞をつけた、ビンチェロ、ビンチェロマイナスを発表しているが、これは、フレデリック・ケンペの楽曲のカバーである。ロック界でもこの楽曲をカバーするアーティストは多く、ウリジョン・ロウと、 ジェフベック、マノウォーなどが取り上げている2008年4月9日 AP 通信ありがとうございます。